はい、おはようございます。ゴムガレージの原田と言います。皆さんはですね、このような動画の反則というのをされたことがあるでしょうか。これはですね、スマホでですね、これ僕いつも自撮りをしてるんですけれども、こんな形で、自分のところのですね、会社の仕事の特徴をですね、毎日 YouTube に投稿しています。で、それにですね、きちっと、これが何の動画であるかというのをタイトルをですね、きっちりつけて、あげるとですね、Google で検索したときに、すごく簡単にですね、1位に、させることができます。これをですね、皆様の業種でもこういうふうなことが起きますので、ぜひですね、この動画を使った反則というのをですね、一緒に、やりませんか。